ただいま。やっていきましょう。セカンドノベル。桜の夏。15分の記憶。かな。やっていこう。そんな感じがするけどね。やっていきましょう。直也が出てこないのはもしかしたら、桜ちゃんが本当の意味では主人公だからなのかな。直也という存在自体を知らなかったから、なんだろうね、桜ちゃんが。千秋ちゃんはうなずく。けれど、彼女は席を立とうとしなかった。また、家に帰るなと言われているのだろうか。もしかして、家の方、都合悪い？もう一緒にしゃぶしゃぶしようよ。しゃぶしゃぶしに来ようよ。来よ、千秋。しばらく、僕の目をじっと見た後、千秋ちゃんは、コクンとうなずく。またあの父親か。どうするべきだろう。前と同じ調子で家に泊めてしまっていいのだろうか。いや、でも今日も彼女を家に泊めた場合、また次回もなんてことになるかもしれない。それはさすがにどうかと思う。かといってこのまま千秋ちゃんを置いて立ち去るわけにもいかない。どうしよう。あれ、まだ残っていたの？扉の音の方を見るとゆかり先生が立っていた。先生、最後の見回りしてたら教室の明かりが見えて。何かあった？そっか、ゆかり先生。先生は今日、綾乃さんの家に泊まることになっているのだ。それなら、みんなでしゃぶしゃぶ大会だ！渡りに船とばかりに、僕は千秋ちゃんを綾乃さんの家に泊めることはできないかと先生に相談した。綾乃さんのお母さんが倒れてしまったため、ゆかり先生は綾乃さんの家にしばらく泊まることになっている。ちょうどいいタイミングだから、というのもなんだけど、女の子同士なのだ。少なくとも、僕の家に泊まるよりは、マシに決まっている。なるほどね。うん、大丈夫だと思う。千秋ちゃんの連絡は、相談所の方からしてもらうね。ああ、ご両親にね。よかった。ただし。お、新しい立ち絵。ああ、ちょっと、あれだね。綾乃ちゃんに似てる感じだね。ちょっと違う。ただし、条件が一つあります。ゆかり先生は、にっこりと笑って言う。ん？直也くんも一緒にね。なんだって、僕も。え？ね、綾乃さん。大丈夫よね？大丈夫なんですかね。綾乃さんにキスしてるんですけど、僕。はい、もちろん。信頼されてんな。絶対的な信頼されてんな、女性陣に。綾乃さんはニコニコとうなずく。じゃあ、せっかくだから、すき焼きとかにしちゃおっか。あれ、すき焼きでしたっけ？しゃぶしゃぶだと思ってたんだけど俺。すき焼きですか？それ、賛成。すき焼きをする能力者たちか。え？まあなんかお泊まり会みたいな感じ。肉肉野菜だったっけ。ああ、なんか順番あるんだっけこれ。肉肉野菜野菜肉よ。しゃぶしゃぶじゃないこれ。あれ、すき焼きってこんなんだっけ。これしゃぶしゃぶじゃない。すき焼きってこんなんだっけ。あれ、俺すき焼き嫌いだからな。俺なんか、なんでゆかり先生こっち見てんのよ。ちょっとやめてよ。今目が合っちゃった、ゆかり先生と。俺すき焼き嫌いだからな。生肉、なんか生肉じゃねえ、肉と卵の甘ったり組み合わせ苦手なんだよな。結局吸ったもんだあった挙句、ゆかり先生、千秋ちゃん、僕、まあ要するに全員が綾乃さんの家に
お邪魔することになった。それにしても綾乃さん、見かけによらず肉の消費ペースがものすっごく早いのだけれど、目にも止まらぬ速さでしゃぶしゃぶの肉を取り、それを湯につけてしゃぶしゃぶすると、やっぱりしゃぶしゃぶだよね、よかったかと、これすき焼きじゃないよね。やっぱりしゃぶしゃぶする能力者たちか。口の中に入れていく、やはり能力者だったか。オープニングで俺はすでに見抜いていたぞ。パート4をすっごい前から見抜いていたぞ。お前がそういう能力者だとな。その一連の動きがロボットのように均一に繰り返されている。これはすごい。これどっから誰が買ったの、誰のお財布から出てるお肉なのかな。それによっては綾乃さんがものすごくなんかものすごく食い意地張ってる感じになっちゃうけどな。千秋ちゃん遠慮しないで食べていいんだよ。お肉足りないかも。直也くん買ってこいと。はい、わかりました。3ペイストアまで走って買ってきます。綾乃さん、なぜ疑問系で僕の名前を俺のせいにするんですか。俺のせいですか。教師って給料安いのよね。一旦でここでお金の話するんですか。大学の時の方がお金あったと思うもん。そうだね、仕送りとかあったしさ。バイトもできたし、遊べたしね。なんか社会保障的なものはあるんじゃないですか。公務員安定してるんじゃないですか。安月給なんですか。そうですか、残業代出ないって聞くしね。そりゃ某一流 IT カンパニーで働いてるような人は別だけどさ。ねえ、やーべ、今日来ない方がよかったな。女性陣が多いから勝てねえな、これ。はい、買ってきます。まあ、はあ、僕は千秋ちゃんに目で助けてくれと合図する。けれど千秋ちゃんはニコニコと綾乃さんとゆかり先生の顔を見ていて、まるっきり僕の方に気がつく様子がない。悪意はないんだな、千秋ちゃんに。悪意はない、気がついてないだけだもんな。無視してるわけじゃないんだもんな。唯一の味方が。どういう音草むしりしてみたいな。お肉なくなっちゃったみたい。直也くん、なんで僕の名前をつけるんですか、後ろに。何なんですかそれ。殴られてるみたいになってるけど、なんでゆかり先生まで綾乃さんと張り合うんだ。千秋ちゃんの分、千秋ちゃんのお皿がねえじゃねえかよ、そもそも。お椀がないぞ。どうなってんだお前ら。大人組、ふざけんじゃねえ。というか、明らかに消費ペースが上がってきてる気がするんだけど。ちょ、お肉、買ってこよう。サッペストア空いてるかな。主婦 B とかに会えばお肉分けてもらえる。そんなこんなで夕食をやっと食べ終わり、その後綾乃さんの部屋でトランプで遊ぶことになった。いいね。あー、オープニングになかったやつだ。わー、ピンクピンクしい。めっちゃピンクピンクしい。ていうかゆかり先生、それどっち、お風呂入ったの、着替えたの、それどっち。同じような服着てなかったっけ。あー、いいね、女子会ですね。俺いるんだけど。綾乃さん、ゆかり先生、千秋ちゃん、僕の4人でゲームを行うと、だいたい15分で1ゲームが終わるのもちょうどよかった。まあ4人だとそんなもんなのかな。うん、そっか。じゃあ脱衣トランプだ。脱衣トランプだお前ら。さあ脱げ。中でも盛り上がったのはダウトだった。何しろ全員すばした顔で嘘をつくのだから、うまく手札を読まないとすぐにしてやられてしまう。これ本編に関わってんのかな、嘘混じってんのかな、この言い方。全員すばした顔で嘘ついてんのかな、どっかで。なんかそんな感じに読めちゃうな。ダメだな、もう疑い深くなってるこのゲーム言ってると。うわー、どうだ、そんな感じがするな。ゆかり先生がすばした顔してゆういちとできてたからな。それありそう。千秋ちゃんもまだ子供とはいえ、そこはさすがの記憶力、飲み込みが早かった。ゲームを繰り返していくと、あっという間に僕らと対等に渡り合えるようになった。ダウトってやったことねえよ。何回かゲームを繰り返した後だった。綾乃さんが一番に上がり、続いて
千秋ちゃんが2位で上がった。やべえ、罰ゲームだ。そこまでは良かったんだけれど、僕と先生が残ると永遠とカードの足し合いをすることになった。もしかしたら実力が似通っているということなのかもしれない。ってことは直也も嘘つき、すました顔で。ああ兄弟みたいね、本当に。実質的にさくらちゃんの妹さんだからな。ああこれは幸せな幸せな絵面ですね。これ超幸せな絵面だな。これいいなあ。あやのさん、それ服どう、あ、色違いなのか。か、影になってるだけか。影になってるだけか。気がつくと、あやのさんと千秋ちゃんが二人、ベッドの上に肩を並べて、寝息を立てていた。時計を見ると、あやのさんが最初に上がってから30分以上、永遠とカードの出し合いをしていたようだった。お前ら何やっとんねん。お前ら30分も二人戦ってんの。先生は、綾乃さんをベッドに寝かしつけようとした。けれど、千秋ちゃんは、綾乃さん、千秋ちゃんは綾乃さんの手を握ったまま、話そうとしない。じゃあ、千秋ちゃんも一緒にね。先生がそう言うと、寝ぼけまなこで、まぶたを半分閉じかけた千秋ちゃんが、うなずき、綾乃さんの横に行くと、すぐにまた、寝息を立て始めた。さあ、ゆかり先生、大人の時間ですね。大人が残りましたね。僕たちは大人の時間を過ごしましょうか。僕とゆかり先生は一旦リビングに戻った。二人ああしてみるとまるで姉妹みたいだったね。そういう可能性はあるんですか。そういう、そういう、ないか。ご両親出てるしね。ですね。ゆかり、ゆかりちゃんじゃねえや。ゆかりちゃんじゃねえや。綾乃さんのお父さんはどうなってんの。僕も苦笑しながら答えた。さて、この後はどうしますか。大人の時間ね。おっと、ゆかりの方からその提案をしてくるのかい。ゆかり、じゃあゆかり、ラッキースケベ大作戦の時間だ。行くぞゆかり。違うか、違うか、エルッチ、違うか。また投稿してねえゲームだ。はいはい。もう乗ってこないよね君は、うん、元生徒ですから、うん、でもあなたは元生徒に恋してたんでしょ。怖いんだけど、逆にそう考えると。やめてよ、直也を襲わないでください。リビングのソファーに腰をかけた。言うまでもなく、ここは綾乃さんの家なのだ。やっぱり落ち着かない。まあね、ついキョロキョロとあたりを見渡してしまう。まあ共用スペースだからいいか。綾乃さんの部屋をキョロキョロするのはちょっとあれだけど、まあ、いいかはないけど、よくはないけど。女の子の家だからだろうか、家とは小物類のセンスも違う気がする。まあ、家によって違うかな。うちなんてタンスの裏に親父の焼酎が置いてあったりするし。俺んとこの実家も確かに酒並んでんな。酒並んでんな。そうだ、焼酎といえば、あ、そういえば、あ、雄一のウイスキー。僕はカバンの中から瓶を取り出した。飲みます？知り合いからもらったんです。マスターね。お互い知り合いでしょ。居酒屋の店長から受け取った雄一のウイスキーだ。これも何なの、これも何なの。飲んじゃっていい。雄一の名前は出さない方がいい気がした。ここで雄一は重すぎる。そうだね。この人が好きだった人だもんな。重すぎるわな、いきなり。けれど、雄一くん知ってんの。え、ゆかり先生はラベルをちらりと見て、雄一の預けたものだと言い当てた。なんで、よく飲んでたの雄一。悪いやつだ。いいの、結構高いやつよそれ。なんで分かったか言ってくんないの。なぜ分かった。そうなんですか。でもいいんです、一人で飲むにはちょっと多いですから。なんで金欠の雄一がそんな高い酒を買えてマスターに預けてられんの。じゃあ遠慮なくいただいちゃおうかな。店長の計らいかな。こう BGM 操ってるのは店長だ。直也くんはお酒とか飲んだりするの。俺はそんなに別に飲まないけど、付き合いで飲むことはあるかな。
僕は誘われれば程度ですかね、うん、それよりもコーヒーの方が中毒らしくて、うん、コーヒーはカフェインが効きすぎるので飲みません俺は。そっか、あそっか、うん、へえ、じゃあちゃんと自分で入れてたりするんだ。実家になんかコーヒー豆からガガガガガガってやるのあるけど、すげえ音がするやつあるけど。昔はそうだったんですけど、今はめんどくさくなっちゃって。家で使っているのはカプセル型のボタンを押せば出てくるやつですね。へえ、そういうのがあるんだ。インスタントじゃなくて一応そういうの使ってんだ。でもこだわりはそんなにないですよ。綾乃さんを届けた帰り缶コーヒー飲んでますから。ふーん、でも飲んでみたいな直也くんのコーヒー。あ、綾乃さんの家にコーヒーメーカーとかあるのかしら。自分で入れてるのかな直也。なんか買ってきて既製品のやつをカチャってセットするだけじゃない、違うのかな。さあどうでしょう。割と実家だとコーヒーにうるせえんだよ なんかあいつらうるせえんだよな、食にうるせえんだよな俺の実家って。なんか僕と先生はリビング台所を眺めた。人んちなのにな。ちょっと待ってってなんか自分の家みたいに振る舞っちゃってるけど、うん、一応遠慮なしに使ってくださいとは言われてるんだけどね。やっぱいいな一軒家。あ、ゆかり先生は賃貸ね。あ、まあそうだよね、結婚してるわけでもないしわざわざ一軒家持つ必要もないもんね。先生はそう言いながらリビングに、リビングの向かいの襖を開け中に入っていく。よいしょっと。何を持ってきたの。開けたのかウイスキー。先生は大きな段ボール箱を持ってきた。ずっしりと重たいらしく両手をピンと張っている。僕は先生の近くに駆け寄り片方を支え持った。ずいぶん重いですね。段ボールをテーブルの上に置く。先生これは。今朝病院に寄った時に綾乃さんのお母さんに聞いてみたの。綾乃さんが学生だった頃のもの整理したんですかって。おっと。そしたら段ボールの中にしまってあるって。おっとアルバムとか出てくるか、写真とか。本当に、おっとこれは大きいぞ、めちゃくちゃ大きい情報だぞこれ。ごめんね、後で伝えようと思って忘れてたの。棚を見てたら思い出して。本当か本当か、すました顔で嘘つくんでしょあなた。すました顔で嘘ついてるでしょ。覚えたんじゃないの。いいタイミングでしたね。狙ってたんじゃないのタイミング。僕は段ボールの上の蓋になる部分に目をやった。上にガムテープを貼った痕跡はがあるけれど、今は四つ折りに重ねるような形で簡単な蓋がされている。四つ折りに重ねるような形、封がしてあったんでしょうか。この前さくらさんのことについて直也くん綾乃さんのお母さんに尋ねたでしょ。あの時に開けて調べたそうよ。なるほど。綾乃さんはその記憶が混乱しているから手紙類はたまたま目にした時に破いたり捨てたりしないようにまとめて奥にしまっているって。そうなんですか。綾乃さん今はだいぶ落ち着いているけれど、一時期は身の回りのものやそのお母さんにも当たった時期があったって言ってた。え？お母さんにも。うん、綾乃さんが事故に遭って初めの 1,2 年は特にすごかったそうよ、うん、どうして記憶が保てない綾乃さんに変化があるのかはわからないけれど、作業記憶と手続き記憶というやつなのでしょうか、うん、そのワードものすごい 50-60 パートぶりくらいだから、ちょっと覚えてる方がいかほどいるかっていうのもあるけど、エピソード記憶とかね。わからない。でも現実としてそれは起きているんだから、それは認めないとね。先生は段ボールの蓋を開く。
中には小箱がいくつかと、きれいに整理された写真アルバムと、僕たちのクラスの卒業アルバムもあった。確信きたね。いや、きたね。僕は高校の頃のアルバムに目を通したことはなかった。綾乃さんと雄一の姿が途中から消えているアルバムに価値はないから。もう一つの段ボールを開く。消しゴム。綾乃さんが学生時代に使っていたペン、ノート、消しゴム、アルバム、手紙、手帳、財布、小銭入れ、ピルケース、キーホルダー、それらが雑然と入っていた。ピルケース。これ、綾乃さんのところに。手紙がゴムで留められているのが見えた。封がされていない便箋もあり、びっしりと文字が埋まっている。手紙ね。直也くん、綾乃さんが入院した時のことは覚えてる？はい、確か夏休みが明けてから一月ぐらいの間。その時にさくらさんと知り合ったみたいね。ん？ん？ん？おかしくないか？え？あれ？え？ん？え？時間軸おかしくない？夏休みが明けて一月。そうだよね、9月だから、それはいいんだけど、1年生の頃ってこと？高校。雄一が飛んだ後の入院、これだとすると、雄一が中庭に来るのはおかしいよね。え、待って、雄一いつ飛んだんだっけ。え、ちょっと待って。先生は手紙の束を取り出すと、丁寧にゆっくりとゴムを外した。綾乃さん宛になっている手紙を裏返す。手紙の差出人の名前が書かれている。病院からの手紙。彼女、さくらゆきのさん。ああ、さくらか、さくらちゃんか、名字だったのか。さくらちあきちゃんってことじゃ。あやねる、やめてよ。違うか。はい。さくらゆきのさん。うん。春と冬の名を冠してるね。桜、雪。こっくりさん、占い噂か。以前校庭で直也くんに千秋ちゃんの家庭について話したことは覚えてる？え、なんでその前の文で千秋ちゃんにつながるの？はい。さくらさんは体の調子が悪くて学校を休みがちだった。うん。千秋ちゃんのお姉さん。うん。お姉さんが冬で千秋ちゃんは秋ってことか。そう、綾乃さんは入院していた時にさくらさんと出会った。さくらさんは病弱でほとんど学校に行くことができなかった。そうだ、さくらさんの日記を見て作成した物語がセクション5だったのだから。僕は机の上に置かれた手紙の差出人をもう一度見た。幼い子供の文字だ。だけれど、それが丁寧に書かれていたということは伝わってくる。さくらさんは学校に行けず、病室で過ごした。綾乃さんは桜さんと出会った。綾乃さんの語った物語は学校を舞台としていた。もしかしたら綾乃さんは桜さんに学校を教えてあげたかったのかもしれない。うん、物語。そうだよね、やっぱそれはそういうことなんだよね。俺は先に気づきすぎちゃったけど、あそこで間違ってたけど、ある子が
学校に来る物語。僕は段ボールの箱の中に入っている手紙を手に取った。消し印は2月だった。写真の中を見てごめんなさい。小さくつぶやき、僕は手紙を取り出す。はい、じゃあ一旦ここで休憩しますね。次回さくらちゃんからの手紙です。はい、ありがとうございました。ありがとうね。